きましたので、洗う準備します。そうなんだ、人は顔じゃ判断できないか。本当にあの見るとみんなね、あの、はい、お医者さんにも神山さんにも娘と嫁がついてたんですよね、はい、そしたら神山先生があのちょっと嫁がなんか電話かける携帯電話でこうあれするんでちょっと出たらあの娘さんにまた後でいろいろ話を聞いてもらった方がいいようなことを言う、はい。